渡米前にことが片付いてよかった。今年の G4 は私が担当なだけに、正直気をもんだ。資料に書いてなかったか、イノは捕まったことがない。今もな、あいつが腰掛けているのは椅子じゃなく俺たちの尊厳だ。ありがとう。サミット直前に不安が爆発だ。油断を戒める俺の優しさと思え。油断などない。この後の君を手伝う専門家も呼んでおいた。彼らは合衆国の警備体制を洗っている。きっとすでに答え。犬です。犬？起こさず放っておくべきかもしれません。来たか、ダレル様。まさか専門家とはこいつらのことか。顔なじみとは思うが、改めて紹介しよう。ザトウワン、そしてミリア・レイジ。局長をつけ忘れています、第三連王。局長だと？終戦管理局を再建した。情報戦で彼らに勝る組織はない。ああ、違法行為でだろ。特技です。政府はかつてそう呼びました。世界最大の諜報機関だぞ。リサイクルしない手はない。カイは知っているのか。今の君と同じ顔をしていたがね。勘違いするなよ。たとえ貴様がブッダに生まれ変わろうと、過去の罪を帳消しにはできん。ただこの国には死人を裁く法がない、それだけの話だ。第二連王のお言葉として肝に銘じます。いいだろう。さっき犬がうんぬんと言っていたのは何だ。では早速。そろそろ旅先のガイドブックも見ないとね。我々が受けた依頼は、 G4 の警備体制やホワイトハウスの構造上に穴がないかの確認です。結論から申し上げれば完璧。我々が介入する余地はありません。ただしそれは見えている部分に限ります。合衆国から提供されたホワイトハウスの見取り図ですが、ブラックボックスが見つかりました。ブラックボックス？おそらく大統領も知らない内容です。ファイルの作成者に世界中の軍産複合体が名を連ねていますから。つまりあのホワイトハウスの建造には過去のイルリアも関わっている。内容は？非線形のメイトリクス型三段承認でコーティングされています。訳せ。中身はわからない。開けられないのか。我々の本題はそこです。無理にこじ開けるものではないかと。どういう意味だ？ミリア、暗号化したいことは？知られたくないこと。暗号を使いたい人物は？悪いやつ。大体はね。だから合衆国は気づかず我々には見えた。つまりレオ様、これがびっくり箱なら驚いてすみますが、パンドラの持ち物だということもあるかと。見た者が呪いにかかるとでも？22世紀に災いを恐れるな。考古学者や墓荒らしなら別の呼び方を使う。お宝ですか。しかし依頼の本質は警備強化です。このブラックボックスが G4 の安全を脅かすかは予測できません。その上でファイルを見るべきかどうかご判断をいただきたい。許可する。は？ダメだろ。どうせヴィンテージものの情報だ。産地が問題だ。せめてファイルを提供した合衆国に確認を取れ。君がそんなに義理がたいとは。まあいい、この件は任せる。もう立つのか。 G4 は待ってくれない。君がことの解明に積極的じゃなくてもな。いちいち嫌味を言うな。さ
さすが終戦管理局、魅力的な人材の宝庫だね。ティルナノーク。おいおい、これを見ないのはもったいないでしょう。やっぱりアスカ君は面白いことを考えてる。さて、どんなシナリオが盛り上がるかな。イノカ。ああ、君のかつての仲間だ。イルリア政府に拘束された。ひとまずほっとしたよ。浮かない顔だな。かつて僕はイノの未来を約束しました。しかし時をかけすぎたのかもしれません。彼女は僕の元を離れた。責任を感じているのか。それもありますが、僕の知る彼女は黙って囚われはしません。今頃尋問を受けているはずだ。胃が痛くなる話はイノが脱獄でもした時に考えよう。お待ちください。まだ中には。おいイノ、それあのケイオスってやつは一体何だ。ご無沙汰、お野郎。いい弁護士を雇うべきかしら。タフな弁護士がおすすめだ。何を聞きたい。ほう、いつからそんなに気前が良くなった。心外ね。私が嘘を話したことがあった。真実を聞いたことがない。話がないなら今すぐここを出てもいいのよ。いいだろう。アリエルスから何を奪った。自尊心。私の毒舌が覚醒して悪口が未知のクオリティに到達したからへこんだ。ほらなみたいな顔をするな。彼女はわざと捕まった。お前が見たケイオスという男を捕まえないときっと拉致は開かない。どうかな、口を割らせる方が早い。あら、この城をリフォームする予定でもある。二人ともこれ以上呪を壊すな。私は軽々しく例えたくないが、神になるとか。私は器物破損で捕まったはずだけど。とぼけるな。世界の破滅でも望んでいるのか。あんたたち何かっちゃそれだね。他に考えられることないの。悪かったな。じゃああのケイオスって野郎に教えてもらう。ここに呼べ。チケットが欲しかったらクソ長い列に並びな。それが価値あるものを手に入れる対価だ。表の尋問室って看板が見えなかったか。悪い、割り込みますって読むんだよ。ならその看板を持ってホワイトハウスに行った方がいい。ギアメーカーの方がきっと面白い話を聞かせてくれる。何？ギアメーカーが何をすると言うんだ。何もしないと思ってるの？彼が善意の集積とか言ってたか。まあ私も詳しくはないけどね。花火をあげるのは私じゃない。イノってやつは問題を起こしても目的なんて二の次だった。初めてあいつの意志を感じる。我々の気がかりもそこだ。知るべきは行動原理。鍵になるのは彼女の過去か。ジャック王、お前は詳しそうだったな。そう思ってたけど、わからなくなってきた。何？本来ジャック王というユニットは2体作るはずだったの。
一つは私、あなたの恋人を人間に戻す役割、もう一つはイノウ。イノウ？アスカ君はイノウが覚醒すれば危険な存在になると知っていた。だからそれを防ぐ、いえ救うつもりだったの。もう一つのジャックオーデ、差別化のためにつけられた名がハッピーケイオス。どういうことですか？ケイオスはギアメーカーが作った。いや、それよりイノはただの人間になろうとしているのですか？わからないのはそこ。計画は秘密だった。イノは何も知らないはず。そして何より彼の作ろうとしたハッピーケイオスはまだ完成してないの。世界は立派にイカれてる。そんな名前をつける親が二人以上いるんならな。さっぱりだ。そもそも犬はなんで不完全なんだ。知ってることを全部話せ。いい機会ね、あなたにとっても。ホットチョコレートってある？私たちの住むこの世界は、神羅万象を司るプログラム空間で成り立っている。通称バックヤード。そのバックヤードがある日病気になった。病気ですか？人形に個人の霊が乗り移るって話があるでしょ？それと同じ。戦時中の人類の思いが世界そのものに取り付いたの。そしてバックヤードは病気の原因を切り落とした。それが間違いの始まり。切り落とされた幹部にはあらゆる権限が与えられ、万能の存在になってしまった。それがイノか。とばっちりで、アクセルもね。イノを最初に発見したのはアスカ君の先生。彼女を危険と判断して自我と力を奪った。だから不完全なのか。じゃあイノが人間になるのではなく本来の自分になろうとしてるんなら、失った半身が必要になる。アリエルスから奪ったのはそれか。だとしたらなぜまだ完全じゃない？足りないものがあるのでは？エネルギーか、あるいはタイミングか。何が必要だとしてもそれを叶えるものがある。アスカの本か。バノンの誘いを受けるしかなさそうだな。イノとケイオスは我々で対処する。姿を消したチップも何か手がかりを持っているかもしれない。もしもの話として聞いて。私がイノを止められるとしたら、でもそれでアリアが目覚めなくなるとしたら、どうする？それも役割なのか。え？お前自身はどうなるんだ？二度と聞くな。冗談でも真実でもだ。お前の勝手でアリアの存在を消すことは許さねえ。例えばの話、忘れて。地図はいる？トラブルのない場所が載ってるならな。トラブルもあなたの恋人みたいなものでしょ？一方的に別れたら追ってくる。短いバカンスだった。でも、今までで一番長かった。違いない。ねえ、あの隔離地域、イゼオってどんなところだったの？何もない。あるのは山とだだっ広い草原、それと湖だけ。だが夕方、湖面に映る浮島は
画家の間で人気だった。はるか昔に決めた場所だ。住むならここだとな。悪かった。そのさっきのだ。女がああいう顔をするときは男が悪い。昔アスカに教えられた。私が感傷的に見える？泣くなんて感情もないのに。ホワイトハウスに行けばアスカと会うことになる。やろうとは決着をつけるが、それはごちゃごちゃ話すよりお互いを許せるからだ。許す？それが人の居場所だ。だからこれを覚えておけ。人間の骨には過去が刻まれている。だが今この瞬間はここにある。アリアは今もここにいる。何かに迷ったらここに聞け。そろそろ自覚できるでしょ。わかりました。当日の警備に穴を開けておきます。体だけではなく見た目や心も操れるのか。君以外はね。その目見てる？なぜ俺を生かしておく？君は世界で唯一僕の弱点を知っている。だから面白い。ドラマの鍵になれるってのもあるけど、まあつまり好きなんだよ君が。自分の物差しがあるやつはそう多くない。分からんな。行く先も決めず遠くへ行くことはできない。着いた先がどこかも分からぬからだ。だが貴様は歩き続けることに意味を見出している。まるで武士道のように。地図にないものが見たいからさ。合衆国アメリカ、復興前の世界しか知らない君には刺激的な眺めでしょう。文化と文明が生み出した芸術と言える。でも明日には地獄と呼ばれるかもしれない。道義を書けば悪の根源となるか。頑張ってか。よくこんなに揃えられたな。集めるのに苦労しました。もう生産されてない企画ですから。世界平和のサミットに必要とは思えんが。世界ではなく、あなたを守るためのものです。備えは知っていただかないと。エリカ、 G4 は戦争じゃない。戦争です。私とディキンソンの。髪を伸ばし始めた理由を。いや、ディキンソンの声が大きくて。年のせいか3年間話す内容も同じ。いいかエリカ、我々の仕事は大統領の。ネクタイが赤でも青でも変わらない。まだ言っているのか。だとしたら6年は変わってない。力に頼る時代は終わりにしたい。我々がこれから目にするものは新しい希望であるべきだ。シークレットサービスのバッジを大統領がデザインする時代？そうだ。そしてこれからの世界を救うのはアメフトだ。アメフトですか？かつてはスポーツが国中の人を魅了したという。家族や友人と過ごす時間を豊かにすること、それが我々の考えるべきことだ。
君が夢見た世界もそうだったはずだろ。英雄を迎えに行きましょう。久しぶりの祖国はどうだ。11月のトリノじゃない。じゃあホワイトハウスは。イルリア城と同じだ。税金が高いわけだな。だがこの国の法律は偉大だ。石鹸泥棒には石鹸を使い切る義務がある。それより説明しろ。ナイトは会議の席で護衛じゃないのか。なんで俺だけ待機なんだ。当日は各国が自慢のナイトを連れてきます。我が国だけ世界のヒーローとあっては彼らの体裁を傷つけかねません。じゃあ寝てればいいか。それが望ましいですね。あなたはただここで寝て起きたら帰る。それに越したことはありません。バーノン、ごまかさなくていい。俺を呼んだのはアスカだろ。分かっていてここに来たのか。気にするな。俺と野郎のけじめだ。それに関しちゃこっちが巻き込んだようなもんだからな。彼が何をしようとしてるのか知っているのか。アスカに会えるか。どうしてフレデリックについていかなかったの？イノを止められるのは私だけだから。嘘、知りたいんでしょ。イノ、彼女に自分を投影してる。城のてっぺんから眺めるだけじゃ友達は作れない。いつまでここにいるつもり？アリア、やっと会いに来てくれた。あなたが来ないからよ。誰しも得て不得てがある。でもお互い未来は必要でしょ。私の方が呼ばれたってこと？お互いによ、お互いに。私たちは二人で一人のアリア。でもそろそろここに来て何を思い出して。このまま戻ってこないつもり？アリアの精神は聖戦前の世界と一緒に崩壊してしまった。もう彼女の意志を確かめることもできない。アリアはあなたでしょ。かけらよ、あなたと同じように。一つ違うのはあなたには感情がある。作り物のね。フレデリックが好きなことも。それって自覚できる？あなたはなぜ天使の輪を外さないの？人間になる前のものでしょう。私の自我が独立し始めてる。そうかもしれない。あるいは全てを失ったアリアが全てを捨てきれなかったのかも。でもフレデリックが待っているのは昔のアリア。彼が否定しているように感じる。役割のためだけに生きるあなたを。人は皆社会のどこかに居場所を求めるはずでしょ。私のそれは世界を救うこと。何が違うの？違わない。それがあなたの望みならね。望み？世界は一つじゃない。人の数だけ存在する。あなたが知る一年足らずの世界にはあなたにとってどんな価値があるの？自分を肯定する勇気がないのね。その答えが出せなければアリアの存在も消える。そして答えを知るためには壊す覚悟が必要。壊す？世界を。
G4 の前に面会は許可できません。あれだけです。十分だ。あの男、ギアメーカー、今度は魔王。どこまで呼び名を増やすつもりだ。今の僕はそのどれでもない。じゃあ俺を呼んだのは誰だ。ただのアスカだ。数字に少し詳しいだけの、君がよく知る冴えない男。 G4 を無事に終わらせろ。その後でお前をボコボコにして俺は帰る。フレデリック、僕は今まで自分で決めてきたことがない。環境に流され辻褄を合わせるように生きてきた。呼び名にしてもそうだ。どこにも僕はいなかった。今にして思えば、科学者としての道を選んだことすら、僕は自分が世界に存在する責任をずっと誰かに預けてきたんだ。でも今は違う。会議後の夕食会、各国代表が寝室でいびきをかくまで厳戒態勢だ。日頃君たちが最善を尽くしていることは知っている。しかし今日は最善では足りない。間違いなく人生で一番長い一日になる。よろしく頼む。あのギアメーカーとはそれほどの人物なのですか。それほど。会議の警備で五個師団を投入するなんて命令受けたことありません。私も命令したことがない。だが君は連合艦隊に勝る生身の一個人を見たことがあるか。いえ。明日が来たならあなたの隣に一人増えますよ、リンカーン。なんだってんですか、この匂いは。